皆さんどうもこんにちは。今回はウェールズ大学の研究結果などをもとに疲れが取れなくなる休日の過ごし方2選について動画で解説していきます。では行きましょう。マルタスクですが、土日しっかり休んでも疲れが取れた気がしないとか、なんか気分が晴れない、そして休日明けの月曜日は体にだるさがもりもり残ってるみたいな人は、休日にこれをやっているからかもしれませんよ。というわけで疲れが取れなくなる休日の過ごし方2選について早速解説させていただくと、1つ目が家でスマホやテレビを見ながらダラダラしていることでございます。人間の疲労は大きく体の疲労と頭の疲労の2種類あって、例えば江戸時代といった昔は移動は基本的に歩き、仕事の農作業なんかは全部手でやるゴリゴリの肉体労働でございましたが、頭に入ってくる情報量は少なくて、基本的に頭は疲れないから体だけ休めて肉体の疲労を取ればそれで OK でございました。一方現代は移動は車や電車、仕事はデスクワークが増えたり、肉体労働でやっても便利な機械や道具のおかげで人間のやることはどんどん減って体の疲労は溜まりにくくなりました。その代わりに頭脳労働が増えたり、プライベートな時間はスマホとテレビで情報を浴びまくり、さらにはストレス社会で人間関係のストレス、仕事や学校でのストレスなど、頭はぐるぐるといろんなことを考えて疲労困憊でございます。要するに昔と比べて体の疲労は減って頭の疲労は大幅アップでございます。なのにもかかわらず休日はあんまり疲れていない体をダラダラさせて、しっかり疲れている頭にはスマホとテレビで情報という仕事を与えまくるみたいなことをすれば、自分の脳みそは夢の週7日勤務が完成して、土日にしっかり休んでも休日明けの月曜からゴリゴリに疲れているわけでございます。あとちなみに頭が疲れていると体も疲れているように感じるよとウェールズ大学が発表しているわけなんです。研究内容も合わせて解説させていただくと、19名のサイクリスト2つのグループ、1つ目が90分間コンピューターで頭を使う作業をしてもらったグループ、2つ目が90分間自然に関するドキュメンタリー映像を見てもらったグループに分けて、その後ヨーロバイクをゴリゴリに漕ぎ続けてもらった結果、頭を疲れさせたグループはいつもよりしんどいですと言い出す確率が高くなって、自然の映像を見たグループよりも平均 15% も早くギブアップしましてと発表しているわけなんです。ちなみに 15% も早くギブアップする疲労感というのは、35センチの箱で行う踏み台昇降運動100回分の疲労感と同じくらいですよと研究者がコメントしておりまして、要するに頭が疲れていると常に踏み台昇降100回分の疲労感を体に背負って生活する残念状態が完成するわけでございます。じゃあなんで頭が疲れていると体もだるく感じたり疲れているように感じるのと、その理由についてはめちゃめちゃシンプル。体は脳の指令によって動くからでございます。なので指令を出す側の脳が疲れていると体もだるく感じたり、掃除を1時間頑張るみたいに何かをやり始めても脳がすぐにギブアップですと訴えていきますので、すぐに休みたくなったり、もはや疲れすぎて何もやる気になりませんみたいな休日廃人野郎が完成するわけでございます。以上、一旦まとめると現代人は昔に比べて体の疲労が減って代わりに頭の疲労は大幅アップ、そして頭が疲れていると指令を受ける側の体もだるく感じたり疲れているように感じる。そのため休日になると体が疲れているのねと勘違いしてだらだらゆっくり過ごして体の疲れを取ろうとしがち。ただしかし実は疲れているのは体ではなくて脳みそでございます。ただそんな疲れ切った脳みそにはスマホとテレビでゴリゴリに情報という仕事が与えられて一切疲れは取れません。なので休日が終わってもなぜか疲れが取れないという引っ掛け問題にいつまでもハマり続けるセルフド M 状態の人が結構多いかと思いますので、自分の疲れは正真正銘体の疲れなのか、それとも頭が疲れてその指令を受ける体も疲れているように感じているだけなのか、これをしっかり確認して休みを取ることがめちゃめちゃ大事なんでございます。そして疲れが取れなくなる休日の過ごし方2つ目が頭の疲労をちゃんと取っていないことでございます。もはや先ほどの剣みたいになっておりますが、この頭が疲労してしまうメカニズムについてもざっくり解説させていただくと、頭を使う作業をすると頭の中でブドウ糖が使われる。そしてこのブドウ糖が脳内で燃えることによってアデノシンという疲労物質が分泌されるわけでございます。このブドウ糖の燃えかすとも言うべきアデノシンが頭の疲労の正体で、やる気ホルモンであるドーパミンの分泌もブロックしてしまうので、アデノシンのせいでだるく感じる。そしてやる気ホルモンであるドーパミンも分泌されないからやる気も出ないとなっちゃうわけでございます。なので常にいろいろなことで悩んでいる人や、頭を使ったり考え事をしていてのんびりリラックスできる時間をとっていない人は、頭がアデノシンでいっぱいになってドーパミンも出なくなり、日々のモチベーションも出なくなる。これが精神疲労、頭の疲労の仕組みでございます。ちなみに豆知識で言うと、カフェインを取ると頭がスッキリしますが、私たちの脳にはアデノシン受容体という無数の穴が開いていて、その穴にアデノシンがはまることで脳が疲れたなと感じるわけですが、コーヒーなんかに含まれるカフェインはアデノシンと形がめちゃめちゃ似ているため、カフェインが脳まで届くとアデノシン受容体にすっぽりとはまり、後からアデノシンが分泌されてももうすでにカフェインがはまっているのでアデノシンが蓄積されない、だから頭が冴えるみたいな感じでございます。ただあまりにカフェインを取りすぎると脳がおやおやとなんかおかしいなと気づき出してアデノシン受容体を増やし始める。そうするとすぐに疲れを感じる残念な脳が完成するみたいな理屈もありますので、カフェインは1日 400mg 前後にしときましょうと、そういうわけでございます。そしてそんなアデノシンをごっそりと摂るための基本はやっぱりいい睡眠でございます。睡眠中は脳細胞がぎゅっと縮んで脳が少し小さくなって頭の中に隙間ができる。そしてその空いた隙間に脳脊髄液と呼ばれる脳に溜まったゴミや脳疲労を洗い流してくれる脳の洗浄液ともいえる液体が流れて頭の中を巡って余計なものを洗い流してくれておりまして、要するに寝ている間に脳の大掃除が行われているわけでございます。もちろんこの時にアデノシンもしっかりと洗い流されているわけですので、とにかく脳疲労を感じたらいい睡眠が取れるように努力したり、ちょこちょこ昼寝をして頭の中を洗いましょうと、そういうわけでございます。あと他には1分間の激しい運動もおすすめでございまして、例えば受験生が勉強中に全力ダッシュをすると気分が晴れたみたいなことを聞いたりいたしますが、 HIIT やスプリントと呼ばれる激しい運動をすることで疲労物質であるアデノシンの増加がストップすることが分かっていて、私なくてもなんか疲れたなとか考え事で頭の中がぐるぐるしているなと感じたら、その場でスクワットやバービージャンプを1分間することを習慣にしているわけでございます。他にも私がやっていることとしては、ぼーっとする時間を作って頭の中を空っぽにしてみたり、瞑想をして自分の呼吸に意識を集中させることで余計なことを考えてしまう習慣を改善してみたり、自然の中を散歩したりと頭の疲労対策をめっちゃ頑張った結果、なんと休日いらずの年中無休野郎、最高で850連勤頑張れる疲れとグッバイ状態になれましたので、皆様もぜひ自分の脳みそをゴリッゴリにいたわって疲れと無縁な元気生活楽しんでいきましょうと、そういうわけでございます。さらにですね、私自身毎日実践している一般的なダイエット法よりも2倍速でめっちゃ簡単に痩せる方法を解説した動画を中瀬の本棚公式 LINE 限定で無料配信中ですので、興味のある方は概要欄からご覧いただければ嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。